最下位っていうことね。桜大戦実況、なんてタイトルだったかな。花と咲かせよ、花と咲かせよ乙女の意地で、みたいな名前じゃなかったかな、の、第3話でございます。どうも、アザラシです。今、鍵を手に入れたところです。鍵を手に入れてさ、この鍵をどこで使うのかなと、そういうところでございますね。ベシッとこうね。敵はなぜお札などを貼ってるのでしょうか。ここ行けるじゃない？行ってみるか、寝室さん。スカ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 。スカ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 。あ、鍵を発見。鍵発見。ふぃー。ここら辺に鍵が転がっているということは、カンナはこの鍵を見つけてなかったということだと思うけどな。とりあえず怪しいと思う札を全部外していけばいいと思うんだ。そういう気の回りがしてないな。ここかな。ここに行きたいんじゃない多分。隊長、カンナ無事だったか。追いかけた連中、この辺にいてたら耳にしちゃって。鍵ならここにあるぞ。使ってみよう。開きましたわ。さてすぐ戦闘始まりそうな気がするけど、今度こそ逃がすなよ。すみれ、今度は覚え出すんじゃねえぞ。あなたこそお気をつけなさい。よし、もっと近寄るぞ。どうした会長。すみれくん、カンナ、後ろ。このヘビノリノリである。ノリ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 だ。これサムネに使おう。もしかして、クソ、どうすればいいんだ。どうすればいいんだろう。手で叩き落とす。今寸前の判断だったな。行くぞ。うわー、やった、蛇とクモを叩き落としたぞ。何やっとんじゃこの人たちは。うおーとか言ってたからな。しょうがないね。ほほ、これで3回目ですわよ。あんたたち何やってんの。カンナの親父さんは厳しい修行をしてカンナを強くて立派に育てたし、スミレ君のご両親は一生懸命働いて、すみれくんを不自由なく育ててくれた。俺にできることは、隊長として、仲間として、君たちを支えてあげることぐらいだ。俺がしてあげられることは、小さなことだから。君たち二人は、協力し合ってくれ。今、文の切り方がおかしい。小さなことだ。だからだ。すみれくんとカンナ、二人がお互いに支え合ってほしいんだ。上がってよ隊長。仕方ねえな、すみれ。一時休戦にしとくから。依存はありませんわ。よし、では任務に復帰だ。敵はそこの階段から地下に降りたようだ。二人とも追うぞ。テンテラリラリラリン。ペンペラリラリン。どこだよ、これか、こいつか。この辺りで何かこう、あったりしないのが桜大戦だからね。なんか、秘密のアイテムとかないからな、多分。やるかもしれんね、俺が知らんだけどね。地下の食旅行、二人とも急な階段だから気をつけろよ。あ、スミレ大丈夫か。ちょっとめまいが。あなたこそ蛇に噛まれたと傷は大丈夫ですの。じんじんと痛みやがる。やはり消毒薬じゃ持たなかったか。もう行きゃいいの。なんもないけど、ここから退出するっていう方法もあるけど、消毒薬じゃ足りない部分を補いに行く？外に行く？もう一回薬を探しに行くって手もあるのかな。なかった。やっぱここしかなかった。行きます。なんだこの部屋は。怪しいお札外そうぜ。よし、みんな行くぞ。と思って先に。
的な。なんだこの光は。霊力が消えていく。あ、いやなかなか機敏ですね、脇地さん。気づきや、このお札剥がしていこうぜ。このお札剥がしていこうよ。屋敷の霊的なエネルギーがこれによって下がっているって今分かったんだな。お札剥がしていきましょうよ。地上へ出られるのか。開けてみましょう。よし、ゆっくり開けるぞ。マンホールってこんな時代からあるのかね、マンホールって。隊長、あれを。そもそもマンホールってどういう名前に由来。くれないの魅力。地脈ポイントを制圧する。ほい、クロノスカイですわ。畜生、よりによってこんな時に。横に脇地いるけど。地脈ポイント、長官が言っていた魔術と関係あるのか。気づかれた。出てきなさい、そこのネズミ。くそ、このままでは多勢に無勢、とてもかなわない。どうすればいいんだ。時間稼ぎをするでしょう。当たり前よ。話しかけるの無言でいいんじゃない。お前たち何を企んでいる。この屋敷で何をしていた。お前たちには分かる前にはこの屋敷から強い霊力が発せられているのだ。失礼だ、私には分かりましたわ。し、今奴の話を聞くんだ。わらわたちの計画にはこの霊力が障害となっていった。そこで霊力の魔力をまず封印し、障害を取り除いたのだ。そしてこれからが本番というわけさ。計画だと。この程度をどうするつもりだ。それを知る必要はない。なぜならお前たちはここで死ぬのだからな。羅刹、刹那の敵取らせてもらうぞ。なかなか義理がたいというか、その仲間のことを思って戦う人はもう悪ではないの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 ではないか。上だ、将棋丸ですわ。え、アニメだろ。おおおおおお、迎撃が、迎撃、砲撃が。さくらくん、さあ、あなたたちも出撃よ。ほいはい、ほい、よっしゃー、やったるぜ。どうせこうなるんだったらさ、3人戦闘用スーツで着てない方が良かったんじゃないか。これで役者が揃いましたわ。ほい、よし、2人とも後部に乗り込むんだ。見てろ、今までの借りきっちり返してやる。ちゅうことでどうしようかな。8分か。だらららてん、どうしようかな。流れ的には別にこのまま突入してもいけそうな気がするけどな。てんてんてん、気力充実。てんてん、すげえ、すごい、すごい。すみれさんが一問8分で切るわけにはいかん。いつも戦闘パートだけ戦闘パートとしてあげてしまうと、そんな戦闘パートなんて誰も見んわってなっちゃうからね。中途半端に20分が来たら、戦闘もまたベシッとこうね、ベシッとこう切っていこう。ただ望むのはやっぱりこう10、20分のところで、なるだけあれしてほしい、ね、はいはい、なるだけ終わってほしい。あ、今の恩切り切りバサラウンバタをスキップすることなかったな。どうせあれが落ちきるまではずっと言ってたんだろうか。あれって何なんだろう。もういいや。ちっちゃん。帝国歌劇団参上。よし、行こう。夏の牛。よし、行くぞ。行くぞ。てれれ、てんてん。強くなった。
スミレ君は本当に強いぞ。強くなったスミレ君ってなんだろうな。気力充実してるスミレ君は最高ですか。最高のキャラですからね。ああ、なんて心強いんでしょう、スミレ君が。これで倒せんよな。私が頑張んなきゃ。このラインで行こう。覇者牽制、王家方針で行こう。覇者牽制、王家方針。スタン。これがどうせこう入るんだったら初めからそれで行くべきだったかな。わからん。正直わからん。この調整が一番良かったかどうかは何とも言えないです。かばう。一応スミレ君をかばいまくる。もう合体攻撃打てるんだったらあれだな。もう打てるんであればかばうを必要ないかもしれんかったな。そして、ああ、なんだ、わざわざ炭を狙うとは、こしゃくなやつ。やはり私のこと。あの赤いのは変な動きしてるな。おっと？おっと？ほふう。いや待て、通常で人たち入れてこれで経験値でもたまるとね、シミュレーションゲームとして倒したこの撃墜図によってエースポイントみたいなのがあるとかそういうんだったらいいのにね。それはないからな。それが桜大戦のうーって思うとかな。うーって思うとかな。もうちょっと惜しいなって思うとかな。まあ戦闘があんまりそのどちらかというとおまけみたいな位置づけだからな。まあ言ってしまえばカバウが本体みたいなもんだからな、この戦闘パート自体ね。誰を構うかみたいなところがある。君は誰をかばうのか。防御。いや、ためですね。あ、そろそろ眠たくなってきた。シミュレーションゲームやるといや眠たくなるよね。このシミュレーションパート。多分ね、見てる人はね、自分以上に眠たいと思う。いやー。自分以上に眠たいと思う。こういうの見ながら寝たいわ。てててれれてててれれ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 いや、まだちょっと気が早いな。まだ気が早いわ。さすがにそれは気が早いって思う。これ敵を引き寄せて合体で一気に亡き者にしたいな。カウンターとかもないな。
強い。強そうだ。やはり私のこと。めんどくさい動きをするの。どうするどうするどうする。こっちから行けるんか。いや、わからんな。こうでしょうね。行け。いい感じ。やりましたわ。敵は私が倒すしかない。飛んで火にいる夏のマリア。戦闘がね、シミュレーションゲームは好きだし楽しいんだけど、そればっかじゃやっぱ足りない、物足りないなって気がするな。まあ桜大戦なんてね、なかなかやろうと思ってもできませんよ。今とか結構やろうなー、やりたいなーって思ってるさ、シミュレーションがめんどくせえなーって思うの、シミュレーションのパートは。だからまあね、新作の桜大戦が発表されるってなって、でもさ、桜大戦やるほどじゃねえな、もう一回一から全部やるなんてなかなかそんなできねえなって思うじゃん。気に入っていただけて、そういう人はさ、もうこの実況でいいから見てもらってさ、桜大戦に今から追いつこう、追いつきましょう。いいものなんですね、いいものだと思うんでね。まあゲーム実況だけどね、まあどちらかというとグレーゾーンだと思う。どちらかというとブラックに近いグレーだと思う。ほぼブラックだろう。それも分かっていてやめられないのは自己顕示欲なんだろうな、自分のな。別に大して褒められた感情じゃないの。それは分かっていたとしても、してもこのなんだろうな、桜大戦を好きという思いだけは本物だから、それだけは本物だから。だもんでね、まあ見る人が見てくれる人がいるんであれば、桜大戦に興味を持ってもらって、それでぜひね、もしも新作が出るときには買ってみてほしいなって思いますね。追えないからね、1から全部なんでね、ストーリーだけ追っても面白くないしね、ゲームってのはね。だからまあ動画とかでダラーっとこう、ダラーっとなら見れるじゃん、ダラーっとならね。ここまで行くべきなのかな。でーねねねねねねね。防御。下はみんなに任した。サタン、あなたが手を焼いた過激団をわらわが倒す。これで天界様の信頼やわらわが独り占め。ほほ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 ほ。そんなに天界みたいなじいさんの信頼欲しいか。お金がもらえるわけでもなし。この赤いのいっぱい来るとさすがに怖いな。敵の一発をもらうと、一発をもらうとこちらの気力がたまるみたいなシステム好き。ちょっと大神木が傷んできました。テンテケテンテレテケテンテンテン。うほう、どこで使うか合体よ。どこが合体の使いどころかな。ここかな。コペルニクスもガリレオも二人の前では地動説。見よ、豆腐は赤く燃えている。え、強い。あれ、間違えたな、ちょっと間違えたな。テレ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 
チェストよっ。倒しきれんか、倒しきれんか、これが。独断専行しすぎか。うん、しかも硬い。うちも頑張らせてもらうで。ちょっとまずいですね。必殺遠い。行くね。行くね。お、もう20分だ。この戦闘パート入れたのは失敗ですね。じゃあここまで。全然トークがキレキレじゃなくて申し訳ないが、ここまでだ。こっからまた続きから、またこの戦闘の途中から多分最後まで行くんで、ぜひ見てください。ほなまた。